せっかくの朝配信ってことで、二人の朝のルーティーン教えてほしいよっていうのが来てたよ。ちょっと我が輩つまんないからな。つまんないから最初に言った方がいいか。あ、声もつまんないけど、なんか同じな気がする。いや、マジで本当に普通なんだけど、まず、飛び起きて、そう、連絡物を見て、全部返して。朝から?みんなさ、なぜかわからないけど、みんな深夜に結構さ、連絡してくるじゃん。甘い。そうね。生活リズム的にしょうがないから、それは全然気にしてないんだけど、別に通知とかもならないし。だから朝、その、我が輩結構夜寝て朝起きるから、割と。健康的なね。割とそうだから、朝ね、しっかり見て、返して、で、朝ごはん食べるか食べないか決めて、食べるときは食べて、食べないときは水ガブ飲みして、で、ベッドでゴロゴロ本見る。なるほどね。ちゃんと趣味の時間に入るんだ、その後。朝は、だいたい一冊読んでるかな。すごい。漫画、本漫画でも、小説でも、ラノベでも、なんでもいい。なんでもいいけど、一冊読んでる。そのルーティーンめっちゃいいね。これ読みたいけど読めてないものいっぱいあるからさ。いや、まあ、博士忙しいからね。我が輩暇だから。いや、でも同じぐらい忙しいはずなんだけどな。そんなことない、そんなことないよ。うん、って研究してるじゃん。まあそうだけど。まあ、我が輩も地球のことを研究してるに過ぎないけど。じゃあその小説とかラノベとか読むのは地球の研究の一環的なこと?そう。目標を決めているんだ。偉っ。どうしよう、ちょっと声先言えばよかった。いやいや、マジ普通じゃん。ダラダラするだけだもん。でも朝のルーティンってまださ、お花摘みに行くところなんだけど、これを。そんな細かく言う?だってさ、朝のルーティンで朝のルーティン。まず一発目お花摘みに行かん?寝る前に行くからな。寝る。そんな、なんでさ、ちょっと待って、なんでアイドルなのにそんなおトイレの話してるの?お花摘むって言ってるんです、これは。もうダメじゃん、もうトイレじゃん。トイレって言わないの。おトイレ朝、あれだから。行かないの。いや、水ダブ飲みして、もう摂取だもん、摂取。むしろ乾いた体に。寝る前に行っちゃうから、まず摂取から。お前3時間しか寝ないじゃん、だって。あ、まあそうね、そっか。3時間だったら寝る前行ってれば、まだ出ないか。出ない。絶対みんなお花摘むんだと思ってた、朝一番は。お花摘んで、口ゆすいで。細か。だってルーティーンだもん。必ずするのやっぱそれだよね。口ゆすいて。この辺も細かく言えばよかった。